アメリカの先週1週間の新規失業保険申請者数は33万2千人と、前の週から2万人増加しました。増加は3週ぶりで、市場予想も上回りました。南部を襲った大型ハリケーン、アイダが影響したとみられます。失業保険を継続して受給している人の数は266万5千人と、前の週から18万7千人減少しました。